船橋駅南口地下中自転車駐輪場の前に来ております。ここは、駅からすぐにアクセスできまして、こちらあそこがエスカレーターがあります、エレベーターがあります。でここの、緑の、青のそのシャッターは旧西部の建物だったところですね。でさらに、こちら側が車庫とそれからフェイスベルにつながりますので、非常に使いやすい駐輪場となっておりまして、屋根もあり安心です。でも市内の駐輪環境必ずしもいいところばかりじゃありませんので、これからも駐輪場の整備のために発言していきたいと思います。これから自転車でじゃあここから帰ります。